ですね、やっぱり。あ、よかった。意外と、ね、あの空車のままで芸者出してます。ああ、そうですか、うん、よかった。船の時ね、店に入って迎えに行っても芸者入れないですから。ああ、そうですか。キャンセルになった時芸者が切れないんですよ。ああ、そうなんですか。そうそうそう、その金額飲まれちゃうので、そうです、自分で負担しなきゃダメ。ああ、そうなんですか。だから意外と空車とかしてます、ね。ああ、うん、まあ。本当に用がなければ止まってくれますけどね。ここのずっとからずーっと歩いてた感じです、ね。ああ、そうなんですか。ずっと稲取まで行きます、ね。はい。もう今は、今はね、あの伊豆大島近海地震で崩れちゃって、あら。そう。で、トンネルが立つやトンネルも全部埋もれちゃった。あららら。でこの道が今使えなくなる。ああ、そうなんですか。もう崩れちゃってる。作りようがないってことで。ああ、そうなんですか。で、正常、この先に正常があるんですけど、はい、正常のところにぐるって回って抜けるような道を作ったんですよ。ああ。この下にだって。うわ、すごいとこです。あ、うん、ありますね。うわ、すごい。なんとか線路も、線路もありますけどね。線路が大事ですね。トンネル2つ。助かりました。はい、どうも。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかった、よかった。